聞いていただいて、これから私たちの暮らしがどうあるべきか一度皆さんの胸で考えていただき、賛成とこれを皆さん一人でも多くの方にお伝えいただけたらと思います。では武田先生お願いいたします。本当はあの僕よりか西村さんの方がね優れですけどね、行きがかりでこうなりましたけど、日本はですね今本当は素晴らしい状況にあるんですよ。本当はだけども毎日コロナがあったりウクライナがあったり地球が温暖化するとかいろいろ難しいような感じなんですね。それでまあ最近は家庭でも離婚が多かったり、毎日毎日楽しい笑いの絶えない人生になってないわけですよ。これは実はね、あ、それで、この原因は何かっていうことですね。原因がはっきり分かってなきゃいけないわけですね。それで私もね、参政党かなんかでこう立候補して非常に意外だったのがですね、皆さんが参政党の政策は何ですかって聞くんですよ。だから政党っていうのは政策があると思っておられるんですね。だけどこれは過去の問題ものなんですよ。なぜ政党に政策がいるかっていうと、ちょうどあの1960年から1990年までの日本の高度成長、これには自由民主党と日本社会党がいたわけですよ。これは正しかったんです。なぜ正しかったかというと、日本、自由民主党はもう発展発展つってどんどん発展する。僕もちょうどその中にいたんですけど、ちょうどその僕が大学出てから1990年までの30年間で給料は10倍になったわけですよ。それはあの自由民主党がある固定した政策を持ってどんどん前に行く、それを今度やっぱり社会党がチェックするっていう、この体制が良かったわけです。だから自由民主党も日本社会党も功績があったんですよ。それはもう日本がこれだけ一流国になったっていうのはそういう政治のおかげなわけですね。ところが1990年になって、時代が変わったんですよ。それまでの時代はね、お父さんは朝ご飯を食べて、それで満員電車で行って、それでヘトヘトになって帰ってきて風呂に入って、お母さんの作った夕食を食べて、ここで巨人、ちょっと年配の人は巨人大砲卵焼きっていうの知ってると思いますが、全員が巨人を見て大砲を見て卵焼きを食べるっていう、そういう時代だった。だから国民が一種類だから、みんなの希望が一緒だから政策が必要だったんです。ところが1990年からもう違って30年間違ったわけですよ。違ってるのにまだ政策を言ってたわけで、我々も国民も政策をどういう政策だろうかっていろんな政党、例えば、あの民主党、まあ暗黒の3年間とか言いますけど、あれもね民主党が悪かったとも言えないんですよ。民主党の間違いはどこにあったかって言ったら、マニフェストっていう政策があったからなんですよ。なんで政策があるかいけないかっていうとね、例えばお母さんでも、あるお母さんは、自分で子供を育てたいっていうお母さんもいるし、あるお母さんは子供は保育所に預けて自分は働きに出ようっていうお母さんがいるわけですよ。それは別にどっちが正しいっていうんじゃなくて、その人その人の希望に沿って政治をやるってことなんですよ。だけど今は簡単に言うと、自分で子供を育てるお母さんには月0円何にも行きません、国から。ところが子供を保育園に、赤ちゃん保育園預けて自分が働きに出ると月に20万出るんですよ、基準は。だからそういう差が出てしまってるわけですね。それからまあ西村さんのところもそうだけど、本当に自分で、年寄りが自分で頑張って家族の支えでやってるときは0円、施設に入って全部のフルケアを受けると36万っていう。だからそれはどうしてかっていうと、国がこうしなさいって決めるんですよ。女性は外に出て働きなさい、だから働く女性には、補助金を厚く20万出すけれども、自分の子供を自分で育てようというお母さんは0円ってなっちゃうんですよ。これ全部今までのやり方だから、まあ今のはその自民党のやり方が悪いっちゃうじゃないけど、それが今までの常識だったわけです。だからこれは日本だけですけど、先進国では日本だけですね。ですからどん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 日本が今衰退してきてる。子供の教育もそうですね。昔は小学校教育って何のために始まったかったら、水兵さん作るためだったんですよ。それはもう水兵さんやっぱり命令書を読めなきゃいけないし、簡単な計算もできなきゃいけないから、全員が、国語算数とかやって、それで平均点で育てるっていう、それでみんなが戦争に行った。これも成功したんですよ。だからロシアに勝っていろんな国に勝って日本は
有色人種でただ一つだけ、これ素晴らしいです。世界の有色人種がこんなにいるのに、日本だけが独立したわけですから。これをね、独立しなかった国はどうなったか。例えば日本とベトナムと比較しても、別に日本人が優れてて、ベトナム人が劣ってるわけじゃないんだけど、ベトナムはフランスの植民地でしたよ。どういうことになるかって言ったら、街を有望な若者が歩いてると、それを引っ捕まえて、それで2畳ぐらいのコンクリートでトイレの穴だけ開いてる独房にこう、ここのとこ、鎖で繋いで死ぬまで置いとくわけですよ。それからインドではイギリスがね、有望な若者がやっぱり街を歩いてると掴んできて、両手首を切って、その手首を手首塚っていうところに投げ入れるわけです。そうすると、手首塚に若者の手首の骨がこう溜まっていくわけですよ。そういう支配をされたわけですよ。やっぱりそういう支配をされたところは、100年とか200年とか停滞したから、結局日本だけが今でも、あんまりサミットのこと言いたくないけど、サミットでも、日本だけが有色人種で入ってるわけです。で、これはだから、日本人が優れてるというか、むしろ日本の僕らのじいさんばあさんが頑張って戦争で死んだりいろんなことしても、それはまあ、いろんな間違いも少しはあるけど、とにかくアジアの中で唯一の独立国だったから、今我々はこういう生活をしてるんですよ。だけども、今の状態のまま行ったらですね、この30年間、4人家族で正規の仕事に就いてる人の給料は、1990年で、今から30年前で460万年収。まあこれは、ちょっと聞いたらアルバイトなんかの人はちょっと高いじゃないかと思うかもしれないけど、まあ、内閣の平均はそうなってる。今でも460万、30年間。日本だけなんですよ。アメリカが大体3倍になって、中国の沿岸部が5倍になりました。しかも、消費税が 10% になったから、実際の給料は 10% 減少したんです。日本人は結構頑張って、技術も頑張ってるんですけど、なんで下がったかっつったら、他の国は全部多様化に対応してやった。日本だけが今でも、お母さんは働きなさい。そしてお母さん働いたら当然、出産とか、育児のハンディがあるから、今男性の給料 1.0 に対して、女性の給料は 0.5。ということで、結局、政治が悪い、政治がね、悪いんじゃないんだね。要するに、時代に合わない政治をしてると、国民に影響が直接的に及ぶってことなんですよ。だから、それでこの参政党ってなってるわけですね。参政党って今のところね、いっぱい意見があるんですよ、政策の。だけど、あんまり政策を出してないんですよ。参政党の政策は、党ができて皆さんから意見が上がってきたら、それで、いやー、あなたは子供育ったやの、こっちは、教育だってね、平均的な子供を育った人もいますから、お母さんが、お母さん、お父さん。それは普通の今の小学校を用意する。だけども、算数のできる子、国語のできる子、ピアノのできる子、そういうスポーツのできる子は育てたいっていうご両親がいれば、そういう小学校を2校に1校ぐらい作ると。そういうことをやっていく、つまり、みんなの意見に合わせて物事をやるってことなんですよ。それがね、今ちょっと変な方向に行ってるわけですね。自民党が300議席ぐらいあって、あとがみんな小さくなっちゃうの、あれ何かっていうとですね、自民党だけは今も政策が本当はなくて、例えば福祉もやれば、それから経団連にも親しいと。だから昔は大企業の政党だったけども、今は社会党とも変わんないんですよ。ただ一つだけ、自民党の政策を決める理屈は何かって言ったら、お金なんですよ。お金が、これはいい。だけどもね、1億2000万の日本人が税金を払って、政治家からお金をもらう人って500万人ぐらいしかいないんですよ。だから圧倒的な人は、なんとなく自分のところに降ってくるかなと思いながら生活してるけど、実は降ってこないんだよ。っていうことはどういうことかって言ったら、やっぱり利権で集まるから自民党は300名になるんだけど、野党、今の野党が何が間違ってるかってね、主義主張になっちゃうんですよ。私はこれはこうしたい。私はこれをこうしたい。したら、国民の意見が多様化してるわけですから、当然小さくなるんですよ。例えば、原発の政策だったら、原発の政策に対してみんなが意見違うでしょ？意見が違うやつを私の党はこうするったら、もうバラバラになって、結果的に国民が望んでる政党がなくなっちゃったっていうのは現在なんですよ。だから皆さんが国会見てもちょっとおかしいと。
何やってんのっていう感じがするのは、これはまあ、政治家は悪いって言えば悪いんだけど、その時代に合わない、多様化の時代に合わない政策になってるからなんですよ。それで、もう一つ大きなことがあるわけですね。それは、まあ、今でいうグローバリゼーションって言うんだけど、まあ、なんていうか世界的に一つというね、マクドナルドだったらマクドナルドみんな食べるって、こういうやつね。これは全然ダメなんですよ、日本には。どうしてダメかっていうと、日本ただ一カ国だけ、世界で一カ国だけが、力によらない政治っていうか、力によらない社会を作ったわけですよ。これ驚くべきことなんですよ。あの、日本以外の国は全部、あの、軍隊がいるっていうかね、力を持ってる。暴力がある。力がある人。これ偉いと。とか、お金のある人。これが偉いと。知恵のある人。これが偉いっていうのが、日本以外の全部の国の、その、人間が偉いか偉くないかの、なんで、区別なんですよ。だから、例えばトランプ大統領でも、習近平でも、その力があって、金があって、なんか、知恵があるっていう人が上に行くんですよ。ところが日本だけは、建国の時から、その力ずくの社会じゃない。人間が一番大切なのは、かけがえのない人。ね、それからその人がいなかったら困る人。これ一番かけがえがなくて、その人がいなくなったら困る人の、一番典型的なのがお母さんですよ。お母さんがいなくなったら困るじゃないですか。しかもお母さんは24時間労働、365日働いてんの。なのにね、労働基準監督局は文句言わないんだよ。僕、労働基準監督局一回電話してね、あなたはね、会社で8時間以上働いてるか、超過勤務だとか言ってチェックしてるけど、お母さんなんでチェックしないのと。ひどいじゃないの。ね、だからお母さんはお母さんという 大切な仕事がして、昔の日本は、一番お母さんが大切だったんです。お母さんというか主婦ですね。主婦はみんなの世話してるから。だから、どういう家庭を営んだかっていうと、結婚したら、妻が山の神なんですよ。偉いんですよ。で、男は、夫はどうするかって言ったら、妻から派遣労働者で外に出るわけですよ。僕なんか派遣労働者なんですよ。ずっと派遣労働者。だから、帰ってきたら、妻に全部給料を渡す。これで、お小遣いもらって生活する。こんな国は日本だけですよ。なぜその妻に給料を全部渡すかって言ったら、妻に力があるわけじゃない、金があるわけじゃない、知恵があるわけじゃないけど、そうじゃない。人間の大切さっていうのは周りの人のために働いてる人ですから、それはお母さんであり妻であるわけですよ。それがちゃんとしてて、男は男で、まあ男ってあんまり意味がないんだけど、まあそれでも頑張って戦争に行って死ぬとか畑を耕すとか、そういうことはやったわけですよ。それからね、その力が、力でない政治、あの、するためにはね、今みたいに男女が同じことをする。男女、なんだ、均等法じゃなくて男女同じことをするんでありますよね。これをやると必ず女性が給料が下がっちゃうんですよ。なんでかって言ったらハンディがあるから。だから現在男性の給料が1に対して女性が 0.5 っていうのは当然で、別にそういうふうになっちゃう。だから日本はどうしたか。力ずくの社会を築くとそうなるから、あの日本ではね、男性にハンディをかけたんですよ。女性がオールマイティ、男性はこれしかいけないっていうのをずっとやってたのが平安時代までで、男性がやれることは戦争に行くこと、畑を耕すこと、漢字を使って記録文書を作ること、これで男性は全部うまくいけんですよ。ただ家は妻が支配してるから、家の中にはもう男性の部屋がなくて居所がないから、今でいう酒場ができたんですよ。それはお茶屋って昔は言ったんだけどね。僕テレビでね、やって人生相談会とかやってたらね、男性がね、妻には部屋があるし、子供部屋があるのに、俺にはないって。おかしいじゃないかと来たから、いやいや、いいんだいいんだ。日本の男には、家には部屋はない。その代わり、酒場があるからそこに行ったら、お姉ちゃんが出てきて酒ぐらいついてくれるよと。まあこういう仕組みなんですよ。それでこのね、男性にハンディをかけるってことが何を生んだかったら、それは紫式部なんですよ。紫式部、あのね、西暦千年ですよ、紫式部。西暦千年にね、女性が独立して何かできたなんて国は日本だけなんですよ。だから紫式部が西暦千年に、源氏物語書くでしょ、あの、幕蘭宗師も清少納言が書く、泉式部もいた。女性が活躍したわけですよ。で、あの、紫式部の次に小説を書いた女性は、世界こんなに広しといえども、
それから700年後のフランスのアフラベンが初めてなんですよ。それしかも夫が死んでからしか書けなかった。つまり日本だけが、そういう